前送りって何？何が始まるのさ。あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？神を倒す時まで。私うまくできたかな。初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないと思った。
どうした？ユーナがね、あんたも一緒にってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな？
なんだそりゃ。冗談よせよ言うな。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それはどうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。ひまり、龍拳を試してみたら？なんだよ、龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技。でもロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。お、すごそう。陣まで凍りなさい。
Thank you.
お願い、力を
チェは魔法で倒すわ。水の力を甘く見ないで。
この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。よーい。なずこい。え？いつまでも子供ね。